どうした？じゃあな。よし、キリト。キリト君。この新しいメニューなんだけど、試してみた？見ようかな。うちでは時々食べてたよね、マフィン。SAO の料理って現実とは結構かけ離れた味がしたりするから、どうしようかな。それまずかったらキリト君の料理と交換ね。リーファさんとパパは本当に仲がいいんですね。え、そうかな。安い距離感があるよね。うんうん、キリトが一番打ち解けてるのってやっぱりリーファなのよね。いいことばかりじゃないよ。お互いのいいところも悪いところも全部筒抜けだし。でもそれを差し引いても羨ましいですよ、その仲の良さは。それじゃあ試しにみんなでパパの妹になってみたらどうでしょう。それってどういうこと？だからリーファさんを真似てパパの妹として振る舞ってみるんです。
と同じくらいパパと仲良しになれるはずです。なるほど、要するにごっこ遊びってことね。ちょっと面白そうかも。きっと楽しいですよ。私もママもリズベットさんもシリカさんもシノンさんもみんなパパの妹さんです。あ、リーファさんはご指導をお願いいたします。え、私が指導？私たちはパパの妹初心者ですから、ちゃんと妹ができてるかベテラン妹としてチェックしてください。分かった。そういうわけでお兄ちゃん、これからよろしくお願いします。私も一応リアルで妹なんだけど、キリト君の妹だとどんな感じかな。キリト、お兄ちゃん。あ、ダメ、ダメです、恥ずかしすぎます。お兄ちゃん、の方が恥ずかしくないかな。キリトお兄ちゃん、宿題でわからないところがあるの。そういったこともあったけど。はーい、お兄ちゃん大好きです。ゆいちゃんはパパがお兄ちゃんに変わっただけというか。難しいです。もっと妹の情報を集めなくてはいけないですね。ちょっと兄貴、あたしという可愛い妹をほっぽって他の子にかまけてるってどういうこと？ほらほら兄貴、可愛い妹の肩揉んでおやつをご馳走して。心を込めて妹を可愛がれ。苦しゅうない、苦しゅうない。私、いつもそんな風に見えてるの？にゃ、私がこうしたいだけ。ダメですよ、妹になるのが目的なんですから。今、妹のあるべき姿の情報を集めてきました。
お兄ちゃんを好きな気持ちを表現してください。お兄ちゃんを好き？妹というものは、寝坊したお兄ちゃんを起こしたり、毎朝お弁当を作ってあげたり、何もないところで転んだりするものなんです。そしてお兄ちゃんのお嫁さんになりたいと思っているんですよ。そうだったの？ない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 、そんなこと絶対ないから。それじゃあリスベットさん、もう一度頑張ってみてください。ねえ、お兄ちゃん、ごめんね、私が体が弱いばっかりに、お兄ちゃんに迷惑ばっかりかけて。私たち兄弟だけど、お兄ちゃんのことが好きなんだもん。ダメかな？ダメに決まってるでしょ！何やってんのよ、リズ。いや、なんかやってるうちに楽しくなってきちゃって。展開になってきてる。ほら、お兄ちゃん注文してたチーズマフィンが来たよ。食べる？それからチーズケーキも頼んであるよ。来たら一緒に食べようぜ。ちゃんはケーキに目がないもんね。今度うちでも作ってあげる。好物で釣ってる。見事な妹だと思います。キリト君が望むなら、私はこれからずっと妹になってもいいよ。残るはシノンさんだけですよ。勇気を出して妹になってください。やっぱり私もやるのね。まあいいわ。お兄ちゃん、こんなにたくさん妹がいるけど、どの妹が一番好き？
そんなに驚かなくてもいいじゃない。教えてよ、お兄ちゃん。私も気になります。誰が一番ですか、キリトお兄ちゃん。そりゃあ私の迫真の演技でキリトもメロメロよ。でも演技じゃないですか。まあそれを言っちゃ全員演技なんだけどね。それはまあそうですけど。お兄ちゃん。そうなのずるいです。何よ、ちょっとつまらない結論じゃない。そうね。でも恋人にならなれるわよ。あ、キリトの場合はアスナがいるから愛人か。愛人ですよ。